おはようございます。今日もクリームチーズトーストの時間です。僕はね、わさびクリームチーズトースト、わさび入れました。これね、美味しいと思います。実は今日2回目、1回目やった時スイッチ入れ忘れてボツになりました。今日2回目、入れたのはわさびのチューブ、ほんのちょこっと ひとかけら入れて、蜂蜜入れて練りました。あんまり効きすぎないで、フレーバーだけ、わさびってわからないぐらいのフレーバーだけみたいな感じでちょっとだけ入れるのが味噌です。それでは早速どんな感じか食べてみたいと思います。みんな用意できたかな。それでは行ってみたいと思います。いただきます。うん、うん、あれまだ入れすぎたかもしれないな。ちょっと入れすぎちゃったかもしれない。また何事も勉強です。うん、うん、うん、はいどうぞ。これはね、点数ポイント、僕のポイント今日のこれ 8.9 かな、 8.9。 でももっと美味しくできます。はい、配合をミスりました。ちょっとわさび多かったかな。もうちょっとね、プーンと匂うだけでもうクリーム、ほとんどクリームチーズと同じような感じで、そんな感じがいいような気がする。みんなもやってみて。わさびアイスクリームっていうのがあるぐらいだからね、フレーバーとしては結構グッドアイディアだと思います。ちょっと甘めにして、うん、はい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 、生意気だな。うん、残り半分いきます。うん、わさびです、わさび。うん、今日は蒸し暑い、もう汗かいてきちゃった。一晩中雨降ってたので、今すごい天気になって、蒸し蒸しもしもししてる今日。はいはいはい、行くぞ、お座りして。はいどうぞ。最後の最後の一口です。うんうん、美味しいよママ。わさびと蜂蜜の配合さえ間違えなければ 9.3 か4ぐらいまでいくんじゃないかな。これ香りは美味しいからね、わさび。あーうめえ。外しまーす。あーせえ、やばい今日。ただ今日僕は家にいます。テンション低め、機嫌悪いわけじゃないんだけど、テンション寝不足だね。徹夜、動画編集徹夜してますので、今日はあんまり寝てないという、こういうこともあります。それでは皆さん、今日軽く終わらせます。今ねお腹空いてて、お腹が満たされたからまたちょっとゴロンとして、今日はもう一日まったりします。こういう日もいいよね。それでは皆さん、いってらっしゃい。会うよ。